どうもナオティです。駒技検定5段地獄車やっていきましょう。地獄車は紐の背状態の駒を縦に回す技になっております。それではやっていきましょう。どうぞ。はい、地獄車のやり方一つ目を見ていきましょう。まず紐の背から入ります。駒が乗ったら紐を片手にまとめます。紐の手前側に人差し指をセットします。セットの場所は紐の真ん中か少し駒側に寄っているとやりやすいです。奥から手前に引き込むようにして一周回しましょう。元の位置に帰ってきました。同じ動きをあと2回やって合計3回回します。駒が紐に乗った状態で5秒間キープすると技が完了です。地獄車のやり方2つ目です。こちらの方がやりやすいという方がたくさんいらっしゃいますので紹介いたします。紐の背ができましたら紐の真ん中ら辺をつまんで持ってください。両手を張ったら紐に紐を巻きつける形で3周回します。ねじれた紐を持ったまま5秒間キープしても大丈夫ですし、ゆっくりほどいた後に5秒間キープしても大丈夫です。はい、お疲れ様でした。駒技検定5段地獄車ご覧いただきありがとうございました。ナオティでした。